妖精主体の弾幕ごっこね。戦争ごっこね。なんだよ、興味なさげな感じだな。あいつが勝手に決めたルールでしょ。弾幕ごっこと重みが違うわ。そう言うなって。とりあえず知っておいて損はしない。知らないままで勝負ぶっかけられて恥をかくのもだろう。誰がふっかけてくるのよ。コーマ館のお嬢さんとか、竹林のお姫さんとか、山の巫女さんとか、あと森の素敵な魔法使いさんだぜ。はいはい、なら教えてもらおうじゃない。恥をかいたら教えた魔法使いの恥になるわね。まるで棒倒しね。私たちは支えて守る裏方だな。あの程度じゃ日が暮れても倒れないわよ、この棒倒し。それじゃあ次は少し難しく5倍の数で行ってみるか。5倍ってちょっと待ちなさいよ。弾幕ごっこみたいに簡単にピチューンしないのよ。そこはちゃんとルールもしっかりしてる。まあ見てろって。まったくキリがないわね、これは。罠？ああ、こいつも使ってしっかり守れって寸法さ。というわけで自由に置いてやってみな。まったくキリがないわね、これは。
こを舐めないことね。攻め込んだり防衛を交代でしたりよっ、でおいおい中身知っても興味なさげだな。私向けじゃないって思っただけよ。ゆかりも顔出さないし今回はもっと他向けなんじゃないかしら。遊びましょうよ。ふふん、構わないけど負けても知らないよ。あたいにかかれば弾幕ごっこも戦争ごっこもお手のものさ。それでさっきからそこの天狗さんは何をしているのかしら。いえいえ、取材です。取材、今度の戦争ごっこの密着取材をしようと思いまして。目ざといというだけのことはあるわ。光の三妖精を差し置いて妖精に目をつけた。これは黙っちゃいられないわね。いや別に私が目をつけたわけじゃないんだけれど、あの隙間妖怪戦争ごっこの意図について取材してみる。妖精を見てればわかるって言うけど獣に巻かれた気もするわね。やっぱりそうね、遊びは中止、ここは勝負といきましょう。お互い初めてなら問題なしね。光の三妖精は三人で一つ、卑怯なんて言わせないわよ。ふふん、いくらでもかかってこいじゃない。三人ばかりでようやく一人前、そう思っても時点でお前たち負けている。
ことね。調子に乗ってくれた方が楽できるけれど。見事なまでの捨て台詞。あっちの方が愉快な分、記事になりそうじゃない？やっぱりあたいが最強なんだ。ほら天狗、持ち取る。そして行くわよ。はいはい。それで、行くってどちらに？決めてないから適当に。取材なんだし、いい写真撮らせてあげようじゃない。